よっ、まやです。やりたい。やりますか、一緒に。せーの。よっ、まやです。スケアパークでーす。イエーイ。今日はですね、コラボ相手ということで、スケアパークさんが来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいちょ、ありがとう。ありがとうございます。これ見たかったんですよね。よいちょ丸よいちょだけは絶対言おうって今日。ということで今日はウーバーイーツでね、お寿司とか焼き鳥とかいろいろ買ってきたので、まあ、あそうタピオカとかあるので、はい、これをつまみながら質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイ。ラブはまねめっちゃ見てて。本当ですか。もうバンヤンさんのチャンネルでめっちゃ見てたので、ちょっとそれについても、はい、あとスケさんについても、はい、目をつけてる子供のところが目に入らなくて、よろしくお願いします。お願いします。いただきます。タピオカを。あ、そうやってやるのか。タピオカ飲んだことあります？あんまり。かわいい。振って大丈夫ですか？振って大丈夫です。これを、あ、すみませんね、ありがとうございます。敬語やめてください。あ、そうです、強敬語やめましょう。了解です。ね、はい、了解です。了解。あ、え？蓋つけて。ここか。はい。そう。いただきまーす。いただきまーす。うん。タピオカだ。うんま。うん。あ、ありがとうございます。すみません。あ、敬語。あ、おかしな話やで。やった、お寿司や。美味しそうですね。好きな食べ物なんですか？サーモン。あ、サーモン食べてください。わかりました。マグロやん。マグロだった。めちゃめちゃマグロやん。いただきます。え、どれくらい食べよう。食べますね。ね、嬉しい。ウーバーイーツ。食べ方。あ、醤油とかつけてくださいね。今日はラブはマネーに出てたスケさんに、はい、はい、色つけていいですか。スケさんもちょっとエルに出ました。質問がございます。ほう、ほんまに答えられへんかったら言ってくださいね。はい、全部いきましょう。そもそもバイヤーさんのラブはマネーって見たことない人もいると思うんですよ。うん。え、てか会社ってどんな感じで決めるんですか？オーディションとかですか？オーディションでした。うーん。え、応募してね、書類審査からの面接。そうです。すぐオーディションがズームでやって、次の日合格者だけに発表されますってことで、LINE の返事が来て、うわーってなって、うん、もう翌週撮影とか、開けといてくださいね。すげー。いや、ぶっちゃけやらせじゃないんですかって、もう気になってると思うんですよ、皆さん。なんか恋愛リアリティショーとか、はい、私も出たんですけど、はい、めっちゃ聞かれるんですよ。100%、はい、100%聞かれるんで、実際どうだったんですか。なるほど。やらせは本当になくて、これマジのマジで。例えば、うん、初日の夜にジャグジーを選ぶ相手を選んでくださいって。あ、あのおっぱい丸出しのやつや。あー、もう気持ちいい。気持ちよくはないか。あの、そうです、そうです。言いますよね、言いますよね。この子がいいからこの子って言ってくんないとか本当なくて。あ、この子おっぱいでかいんやろ。と思って示しました。いや、まあまあでも、くそみ。おっぱいはおっぱいだなと思いました。あ、そうですよね。 それはだって男やもん、見ますもんね。そうですね。緊張をめちゃめちゃしてたので、うん、どころじゃないっていうのが、だからまあ画面越しで改めてじわり見てました。チムさん。私まずびっくりしたことがあって、ラブアマネーの動画の中のりょうすけさんと、はい、YouTube のりょうすけさんは考えすぎて、ぶっちゃけ猫かぶってましたか？かぶってたって言われたら、まあかぶってるんですけど、どれも本当の僕で、うん、ペルソナじゃないんですけど、うん、2泊3日の中で女性6人に僕も好かれなきゃいけないわけじゃないですか。確かに。なので紳士的な部分を出していいと思ってくれたらいいなみたいな感じで、で仲良くなってきた子にはどんどん素を出してってっていう、そっちのじわじわした感じで言ってました。ま、確かにね、最初からもよいちょまるよいちょ。初対面で、うん、ウィアチューせよって言ったら恋できませんみたいな女性、企画終わりじゃないですか。確かに。ギャップはもうめっちゃ好印象でした。あー、そっか、うん、そう、マヨさんみたいなその面白い人を好きって言ってくれる方は、うん、嬉しいですけど、だから今その人たちがいてくれる。本当ですか。うん、ラブですか。マネーです。マネーでした。でも一つ言っていいですか。いいよ。なんか女性6人が最後なんか YouTube ライブで言ってたんですけど、うん、陽介くんは動画内だったらめちゃめちゃ紳士的だったけど、動画外では傘とか振り回してたから、あの子は恋愛対象として見られんかったみたいな、ボロクソ言われてました。傘振り回してた、どういうこと。いや、なんかその素振りとかしてたぐらいです。
待ち時間とかに、ね、ああなるほどね。でもしんどかったの絶対。めっちゃしんどかった。いやだって女の子は周りに女の子たちがおるから喋れるじゃないですか。喋、はい、るけど、はい、男の人一人で乗り込んで、しかもねあんな見分けなあかんとか。そうでズン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 へこむっていうか。いや本当そうですよね。本当なんですよ。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあもう一つこれ見てあげて。ずっと伸びて。なあダメだよ二つ。ありがとうございます。ネックだ。でも全然いいですよ。ごめんなさいね、逆にノリがひっついてティッシュある？全然気づかんかった。ずっと喋って全然気づかんかった。最終、エリンコさんと連絡先交換みたいな、結局付き合ってはないんですよね。そうですね、付き合うのを前提とした連絡先交換って感じで。どうなんですか、その後は。ちょくちょく会ったりはするんですけど、まあ動画撮ったりって感じですね。あ、確かに動画でちょこちょこ出てますね。そうですね、やっぱりあの6人の中で言うと、一番居心地も良かったので。すごい、一緒にいて楽しい。めちゃめちゃ迷いましたよ。ですよね。本当にちょっといいなって思ってた子マネーだったし、あのしおりちゃんだっけ、なめなんだっけ、しおちゃんか、そうだ、江ノ島の、はい、あれめっちゃキュンキュンしたけど、でもあのギャップも可愛かった、しおちゃんの。なんかマネーでしたみたいな。ギャップなんて言いましたギャップギャップ？可愛かった、なんか清楚系女子からの、あ、女のなんかリアルって感じ。そうじゃん、初めて会うわけですよね、女の。本当に本当に。だってタイプじゃない人ももちろんいるじゃないですか、顔。はい、でも男の人6人並べられたら、それはあなたはタイプ、あなたはタイプじゃないっていう、で顔だけね。それが正直ですよね。絶対いる、絶対いる、絶対いる。はい。3日間の中で、だってまずその優先順位的には顔タイプの人から選んでいくじゃないですか。なっちゃいますね、はい、難しいですよね、その辺。難しかった、全員知りたいから。でも、でもそことの葛藤みたいな。そうなんですよ、時間決められてるしみたいな。そうなんですよ。ぶっちゃけ第一印象顔だけやったタイプは誰でした？最初は、やっぱりジャグジーを選んだしおり、なので選びました、初日夜。なるほどね、はい。エリンコちゃんって今連絡取ったりとか遊びに行ったりはしてた感じですか？そうです、遊びに行ったりもしてますし、連絡とかも取ってますよ。おお、はい、エリスマルです。うわぁじゃあ塩じゃないっすよこれ、もう申し訳ないんだよな。醤油とかつけますよね。そうですねそうですね周りの塩対応じゃない。いや違うんですよ、僕なんかラブマネの時めっちゃ言われてて、この人ヘイだけで合唱できそうみたいなこいつ人の話聞いてないぞみたいな。聞いてんだよなマジで。第2弾もしますよね。前そうです、第2弾やります。第2弾やるみたいです。第2弾の人にメッセージあります？頑張れ。もし男性がまた一人だとしたら、なんかめちゃめちゃ大変です。友達とかには、お前ハーレムやな、めちゃめちゃよかったやなとか言われるんですけど、そのおっぱい見れなかったようにどころじゃないっていう。あー確かにね、それどころじゃない。これ結構本音です。楽しみにしております。はい、僕はゆっくり見させてください。そう、恋愛について聞きたいんですけど、このチャンネルも女の人が8割とかなんですよ。8割9割やから男の人の本音をね、はい、まず好きなタイプ。クソタイプ。えボケましたわかりやすい、わかりやすい。もっと雷タイプとか言ってほしい。さあわからんのか、わかるやろ雷分かった家庭的な子が本当にいいです。あ、言ってますよねさっきもね、はい、家庭的な女がタイプの俺一目惚れ。ありがとうございます。めっちゃ綺麗に言っちゃうと、手作りだったら何でも嬉しいです。こういう風にして私こうやって作ったんだっていう、そのヒストリーが大事というか。うん、まずくてもいいし。でめっちゃまずくてどうします？もうマジで食べれないって言いますでもじゃあこれ冗談で、結構味覚音痴なんで、美味しいと思います。美味しい、まずよく分かんない。でもいい人、いい人って感じやんな。ちゃうねんじゃあ今まで何人の人と付き合ってきましたか？あ、2人なんや、意外。始まりが遅かったあ、いつですか、初めて付き合ったの？第3。あ、意外。どっちから付き合ったんですか？めちゃめちゃ僕好きで、告白しました。でも最初実らなくて、何ヶ月後かしてまた会って、そういえばあの彼氏どうなったって言われたら別れたって言ってたんで、よっしゃってなって付き合いました。やっとすごー、よいちょまるよいちょすげえなってからかってる女の人の好きな言動とか仕草とか嫌いな仕草言動聞きたい。
仕草いいですか。はい。こうやって髪かき分けられたら、うんうん、あー好きです。あのうなじフェチで。あーそうなんや。嫌いな仕草とか言動とかあります？ありますね。何ですか？聞いとこみんな。サイゼリアとかで一緒に行って、うん、僕の好きな子がこうやって肘膝、うん、足を組んでなんか言われたらマジで無理です。下品な人、靴のまんまとか乗せて下品すぎる方は無理かな。女の好きな服装、はい、GU とかユニクロのシンプルな感じで本当に好きです。着飾ってる感なく、まあ、普通にシンプルな服をしっかり着こなせる人、うん、はい、素敵やなと思います。いいですね、うん、スカート派かズボン派かとか。あーないですね。うーん、ある人がいるんですか？結構男性ちょい、俺ズボン。意外と多いよな。あ、でもどちらかって言われたら僕もズボン派です。じゃあぶっちゃけ、はい、浮気の経験は？浮気の経験はないです。はい、そうですね、付き合わない方がいいと思いますね。遊んじゃうし、遊びたいなって時は。あーそうですよね。そうです。じゃあ、はい、付き合う女性に一番求めるものは何ですか？いやー難しいな。じゃあ分かった。じゃあこう一番聞きたい今日質問があって、ほう、なんかみんな結構 DM とかでも来るんですけど、うん、友達止まりの女性と付き合いたい女性の決定的な違い、今パッと思いついたのは、うん、やっぱり最初の初対面っていうか、そのファーストインパクトの顔、僕のタイプじゃない顔の人だったら仲良くなって遊んでもめっちゃ発展しづらいと思います。やっぱり第一印象や。あ、そうそうそう、それ答えか。あーやっぱそうなんや。2回目以降どんだけ着飾ったとしても第一印象が悪かったらもう悪いままって感じですよね。そうですね、なかなか難しいですよね。はいはいはい。ねえ、汚い唾飛んできた。あ、めっちゃ楽しいです。あ、ほんま？よかった。よいちょまるよいちょ。え、ないですか質問？うん、もうない変わってた。はい、ということで今日はスケオパークさんに来ていただいて、あの、はい、質問コーナーをね行いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よいちょまるよいちょ。ありがとうございます。ということでまたあのスケオパークさん のコラボ動画に関しては概要欄に貼っておくのでぜひ皆さん見に行ってください。ということで、はい、今日の動画はここまで。みんなありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。これ最後撮るんですよ。ほう。ということでね、今日は2本撮りましたがいかがでしたでしょうか？食べて飲んでましたね。ひたすら食べて飲んで喋って、はい、ただそれだけ。ありがとう大仏も、はい、ありがとうございます大仏ありがとうございました。また次の動画でね。バイバーイ。バイバーイ。